型崩れしないようにと。すごく便利だと思いました。時間は夫婦の共有財産。家事育児をシェアして幸せ家族時間を作ろう。家事育児シェアリングプロジェクト。富山県では男性が家事育児に継続的に取り組めるよう家事育児のシェアリングを推進しています。アドバイスしてくれるのは家事シェア研究家の三木智有さん。そして挑戦するのはこちらの2人。今回は洗濯と掃除収納の後編。どんな気づきがあるのでしょうか。さあ、洗濯担当の知事は洗濯物を干す作業ですね。はい、この干す段階で多少シワを伸ばしておくと、はい、後でアイロンがけとかそういうのが楽になると思います。シワになるのをより防いでほしいので、洗濯機のピピピという終わった音が聞こえたらすぐに干してもらいたいですボタン止めてるのすごくいいですね。型崩れしちゃったりとかするのも防げると思います、はい、なるほど、はい、ここでですね、家事シェア研究家の三木さんからアドバイスがあります。洗濯物の長さがあると思うんですけど、はい、アーチ状に両端が長いものを干して、だんだんこう真ん中に短いものを干していくと、そうすると風の通りが良くなるので、すごくムラなく乾きやすくなります。首が伸びないように下から。そうですね、はい、そういう子供用のちっちゃい洋服とかを真ん中に、両脇にこうタオルだったりとかシャツだったりとか大きいものを干していくとっていうふうにすると乾きやすいですね。では取り込んだものを畳みましょう。畳む時のポイントありますか。収納の大きさに合わせて畳むっていうことが大切になってくるので、立ててしまうっていうのが、あ、そうですね、今知事がやられてるみたいに立ててしまっていくと、それはタオルでも衣類でも同じですね。見た目も綺麗でスッキリしてますね。高さも揃っててすごい素敵だなと思います。洗濯物を畳んでみていかがでしたか。ボックスというかカゴの大きさに合わせた畳み方というのがあるんだなということを勉強しました。収納の大きさに合わせて畳む、そして入れるときには立ててしまうことでシワにもなりにくくなると思います。後から取り出すときも分かりやすいですよね。そうですね、はい。ね、お子さんも大きくなってくると思うので、一緒にね、いろいろお出かけすることがあると思います。お出かけシーンに合わせたお出かけグッズを、これを後ろの収納棚に使いやすいようにまとめていきましょう、はい。おむつは小袋に分けておくと便利なので、だいたい1回分 4,5 枚分ずつに分けて、収納していってください、はい。小分けにすることによっていいポイントは何かあるんですか。小さくなるので荷物のボリュームを少なくできるっていうところがあります。続いてこれはタオルはもうたくさん使うので、お出かけするときにある程度まとまっていると、うん、これも持っていきやすいので、普段使うときとかもすぐ取り出せるようになるので、家族で共有しておくってことがすごく大事です。着替えですね。着替え、うん、もう子供は本当にすぐ汚しますからね。そうですね。私はズボンと上とでよくセットにして。あ、いいですね。そうしておくとより楽ですよね、うん。美希さん、できましたがいかがでしょうか。はい、とっても上手にできたと思います。育児グッズが一箇所にまとまってて、そのお出かけバッグのそばにあると持っていくときに、もうこれとこれをピックアップして持っていけばいいんだっていうのが分かりやすいので、家族でね、誰でも準備ができるようになるというふうに思います。そうですね、一箇所にまとまっていますといちいち探す手間もなくなりますし、パッと取ってパッと出かけられるのですごく便利だと思いました。パパだけではなくて家族でね。そうですね、助け合っていきたいですね、はい。さあ、ではお二人に実践していただきました。感想を聞いてみたいと思います。洗濯はその前工程もあり後工程もある。段取りよくすることが家事を効率よく進めることにつながるんだということを学びました。後片付けなんですけども、次に使うことを考えたりですとか、使う人がどう使うかっていうのを考えて、その準備をするっていうことが大事だと感じました。家事をシェアするっていうのは、その効率を良くするっていうことであったり、妻をワンオペにさせないっていうこともすごく大切なことだと思います。で、そこにね、思いやりが入ってくるっていうのはもう間違いないことだと思うので、お二人ともすごく頑張られたなと思います。